破骨細胞とは骨細構築過程において骨を破壊する役割を担っている細胞で5個から20個の核を持つ多角巨細胞である。ただし単核の破骨細胞も確認されている。典型的な区別特徴を表示している破骨細胞。破骨細胞は大型かつ樹脂状の運動性細胞であり骨吸収を専門に行う。 骨髄由来の探求マクロファージ系の線具細胞が分化融合して破骨細胞になることが知られており数個から数十個の核を有して細胞質は抗酸性を示し主積酸抵抗性酸性ホスファターゼ活性を有する骨が細胞はマーカーとしてアルカリ性ホスファターゼを有しているのに対し破骨細胞は 主積酸抵抗性酸性ホスファターゼがマーカーとなる。骨芽細胞が分泌するマクルファージコロニー刺激因子 A マクリフイージコロニースティミオレイティングファクター MCSF の作用により骨髄系線具細胞は未熟鈍色細胞に分化する。骨芽細胞との相互作用の中で未熟鈍色細胞が表出する。 特に重要な分子として骨芽細胞が表出するランク L と未熟鈍色細胞が表出するランクが関係している。成熟した破骨細胞は骨気質に結合し気質を吸収する。破骨細胞は骨気質を溶かして吸収する。具体的には周りにコラゲナーゼや水素イオン、その他のサイトカインを放出しコラーゲンの分解やカルシウムジオ結晶の誘拐を引き起こす。 また、酵素によって侵食された部位では、ハウシップ化というくぼみが生じる。活発な破骨細胞の骨機質に接する表面、つまり、ハウシップ化側は不規則な肥田状である。この突起は、波状炎と呼ばれ、この周囲は、アクチンフィラメントが多いことから、明体と呼ばれる。破骨細胞は、副甲状腺ホルモンやカルシトニンにより、その働きがコントロールされている。カルシトニンは、 血中のカルシウム濃度を下げる働きをするほか、破骨細胞の働きを抑制する。副甲状腺ホルモンは骨が細胞によるカルシウムイオンの細胞外液への輸送と、破骨細胞による骨吸収を促進し、反対にカルシウムイオンの量を増やす。破骨細胞や骨が細胞とこれらをコントロールするホルモンなどのバランスにより、血中カルシウムイオン濃度や骨が保持されている。 ありがとうございます。